こんばんは、みのり薬店の大島です。ダイエット皆さん頑張ってありますか？はい、うちもみのり薬店の大島、大阪にあるみのり薬店でございます。ダイエットなんですけども、うちの近くの中学校も明日卒業式です。皆さんのところはどうですか？もう済みましたですか？卒業式のスーツは入りましたですか？ねえ、この時期ねえ、スーツって毎年買わないので入らなかったり入ったり、いう時期になっておりますね。え、新しく買い替えるのもいいんですけども、自分の体をきれいにしてスキルレベルを上げてね、息子さんの晴れの門出、お母さんお父さんも晴れの門出ですよね。え、明日がうち中学校は卒業式です。うちの子は中学2年生ですけども、いろんなダイエットがあって、皆さん悩んでられると思います。どんな YouTube もですね、どんな宣伝もうちの店が一番ええと皆さん言うてあります。今日はそんな話なんですけども、うちの店は通っていただいてます。はい、全員 100% 痩せていますっていうのは通ってきていただいているお客様なんですね。はい、近くでは、もちろん同じ吹田市もあるんですけども、高槻、茨城といったところから、週に1回、10日に一遍いう形で来ていただいております。やはり、1ヶ月で全く痩せなければ代金はいりませんって書いてます。ただこれはね、どういうかな、ほんまに痩せたい方が来ていただいてね、ちゃんとやってもらったら本当に痩せてますので、今で1回ぐらいちょっと妊娠したから、妊娠しても大丈夫は思うんですけども、ちょっとやめときましょうようなことでね中止されたりとか、鼻からもう全然ダメやいう方はおられなかったですね。それと買ってもうてから次のご約束します、1週間後の、だから月曜日来られない方もおられてね、その方わからないんでね、痩せたはるか痩せてないか。だから例えば月に言うたら4回ないしは3回は来てもらってるわけですか。その中で体重計でしっかり測っていただいてますと、皆さん本当に痩せてあります。だからなんやろ、うちはそういうインターネットでワンクリックで買えるとかそういうのはしておりません。それは何でか言うたら、やはりそれでは痩せない方も出てくるんですね。どんないい商品でも、どんないい漢方薬でも、これさえ飲んどけば痩せるっていうのはまずないんじゃないでしょうかね。食欲とかそういった部分がありますのでね。じゃあどないすんねん、それはお店で話させてくださいで、脳を変える、イメージで言うたら、今まで言ったらようけ食べたんを食べるのが嬉しかった、お腹、このお腹を満足させてた。でもうちのダイエットは簡単に言ったら脳を満足させようってことなんです。わかります？そんな感じで話してますので、またどのダイエットかお聞きください。まずはね、お電話でもいいですし、もう直接来ていただいてもいいですけども、お客様がいたはったらちょっと待ってもらわなきゃいけません。これはね、先に予約していただいている方もおられることですのでね。はい、これから春先に向けて、もう春ですけども、春から夏に向けて、やっぱし女性なら気になるシーズンです。頑張りましょう。